どうもどうも、皆さんこんにちは。テックスタイルのテルです。さて、本日の動画はテックスタイルチャンネルから重要なお知らせと、あとは iOS17.6.1 の最新の不具合情報を皆さんにお伝えしていこうかなと思っております。この不具合情報に関しては、直接テックスタイルチャンネルに相談に来た、まあ、実例相談ですね、それらを情報共有していきたいなと思っておりますので、まだね、iPhone、iOS アップデートされていない方は、ちょっとね、参考にしていただければなと思います。では、スタート。はい。ではですね、まず先に、テックスタイルチャンネルからのね、お知らせをお伝えしておこうかなと思います。まあ、内容的に言うと、前々回かな、動画でお伝えした件なんですが、まあ、初めてね、僕のチャンネル見る方もいるかもしれませんので、ちょっとね、つまんで説明させていただくと、まあ、僕のチャンネル、テックスタイルチャンネルでは、まあ、視聴者の方がね、まあ、iPhone 使っているのであれば、iPhone や iPad、Apple 製品全般的に、まあ、質問であったりだとか、何か不具合、問題抱えた時に相談できる窓口が2つありました。まあ、旧 Twitter の X の DM 相談。まあ、これはね、X のアカウント持っているのであれば、そちらから相談してくださいね、ということですね。あとは、まあ、大体の方がね、LINE のアカウントはまあ持っていると思いますので、LINE サポートっていうのもこの2つあったんですよね。それがまあ約2週間ちょっとぐらい前になるのかな。僕のこのビジネスアカウントの LINE の管理画面に僕自身がログインできなくなってしまってたんですよね。なんか制限がかかったのか、一応 LINE のこの発表の内容を見ると、なんかこうサイバー攻撃なんちゃらかんちゃらとかね、それがどれにこう該当するのかっていうのがちょっとはっきりしなかったんですよね。ただ現実的に僕がログインできない状態だったので、継続中の相談者の方がね、何名かいらっしゃったんですが、直接やり取りできなくなったんですよね、突然。なので一応、緊急で動画を撮って、事情説明をして、まあ、もしね、メンバー登録されている方であれば、サブスクの登録解除してくださいね、とかですね。あとは、そもそも僕アカウント復活できないんじゃないかな、とかね、思ってたので、その LINE の登録のね、解除してくださいね、っていう動画をね、前々回かな、上げております。ただ、これね、ちょっとややこしいんですけど、本家本元のこの LINE サポートとやり取りをして、かなりレスポンス悪いんですけれども、昨日かな、この今まで使ってた LINE のアカウントっていうのが復活しました。これはもう通常通り利用できる状態になっております。なので、今からね、もう一回メンバー登録してくださいねとかっていう話ではないんですけれども、もしね、この動画を見ていただいている方で、LINE 登録解除したけれども、もう一度ちょっと登録してみようかなとね、思っていただけるんでしたら、一応ね、またこう URL 貼っておりますので、そこからね、登録していただければなと思います。なので、これまでもう何年も、その X の頃からなので、Twitter の頃からなので、もう何年もずっとね、こう、相談を受けてきて、結構ね、改善しましたとかね、治りましたとか、ありがとうございましたとかね、そういう声がたくさん詰まっている、LINE サポートのアカウントだったので、本当ね、こう無事復活できてよかったなと思っております。なので、これからは通常運転といいますか、今まで通り、今だったら X のアカウント持っているんだったら X の DM 相談。ほとんどの方が LINE なので、LINE のサポートも通常通り、相談することが可能となっておりますので、またね、今後ともよろしくお願いしたいなと思っております。なので、一応通常運転できる状態になったので、前々回ね、YouTube で動画公開している、この LINE に関しての動画をね、今日かな、この動画が公開された数時間後には、非公開にしますので、そのあたりもね、ちょっとご理解していただければなと。ちょっとややこしくなっちゃうのでね、LINE 使いませんって言ってる、また後にね、今使いますっていう風にね、なってしまってもややこしいと思うので、前々回のこの LINE サポートの件についての動画は、非公開にさせていただきますので、そのあたりはご理解よろしくお願いいたします。これが一応テックスタイルチャンネルからのお知らせとなります。そして、そんな中ですね、この LINE サポートの方が復活していててですね、一応、その相談者の方のメッセージの方は遅れている、送信できている状態だったみたいなんですよね。で、僕も管理画面ログインすることができるようになって、中身を見ていくと、やっぱりね、この間、iOS のアップデート等があったので、それに関する質問的なメッセージが多かったのかなと。あとは、X の DM でも、この iOS17.6.1 にアップデートしたことによって、こんなことが起きましたとか、これって不具合ですかねとかですね、そういう相談が来ておりましたので、
一応まあ上位、まあ、3つ4つほどお伝えしておこうかなと思います。まあ、基本的には、まあ、僕個人的な意見としては、今現在のこの iOS17.6、まあ、17.6.1 はすごくね、もう安定していると思います。なのでまだね、ちょっとアップデート怖いなとかね、まあ、過去に嫌な思いをされた方とかね、不具合発生させた方も、まあ、結構いると思うんですけれども、比較的安定しておりますので、そこまで気にするほどでもないのかなと。ただ、一応やっぱりこう、相談的な内容をお伝えしていくので、それに対する対処方法もお伝えしておきます。ちょっとね、話が長くなる分に関しては個別相談を求めますけれども、一応ですね、このアップデートした後に一番多かった相談が、バッテリーの消費ですね。で、これは以前からまあ動画でも伝えてますし、僕のブログの記事でもね、書いているんですけれども、一応 Apple の公式としては、この iOS アップデートした後ですね、まあ、約まあ最大でね、約48時間程度は、まあ、個人個人のね、iPhone のそのデータ量が違いますけれども、そのシステムデータの最適化のために、アップデート終わった後も、一応ね、iPhone 動いております。動いているので、当然バッテリーの消費がかかりますので、その間は、普段よりかはバッテリーが減るのちょっと早いなって思うかもしれません。ただ、48時間以上経っても、バッテリーの消費が早いと思われている方は、ちょっとしたところの設定がね、こう変更することによって消費を抑えられたりだとか、必要ないものを使ってたりとかすると、やっぱりそこにね、電力をこう食われてしまいますので、消費が早くなる傾向があるのかなと思います。まあ、その辺は個別具体的に、まあ、相談に来ていただければ、その相談者の方がどのように iPhone を使っているのかっていうのを、まあ、判断をさせていただいて、アドバイスしていきたいなと思います。まあ、一番僕が先に伝えたいのは、もし iPhone にセキュリティアプリ、まあ、これはね、使うか使わないかは任意というかね、ご自身の判断なんですけれども、セキュリティアプリは非常にバッテリーを消費を早くさせます。なので、もしセキュリティアプリを使っている方でバッテリー消費が早いなって思われている方は、一旦ね、そのセキュリティをオフにするとか削除するとかしていただいて、ある時とない時のね、この差をね、まあ、判断していただければなと。まあ、これはあくまで僕個人的なことですけれども、まあ、iPhone にセキュリティアプリはいりません。いりませんと思っているので、まあ、あとはね、その視聴者の方がね、まあ、判断していただければなと。まあ、このバッテリーの相談がまあ比較的多いのかなと。あとはネットワーク関連といいますか、普段ね、ずっと Wi-Fi 安定して接続できていたのに、iOS 17.6 とかね、17.6.1 とかにすると、ちょっと不安定になる、切断されるとかですね。あとは、まあ、その視聴者の方のその Wi-Fi のルーターの種類にもよるんですけれども、今まで普通にね、その Wi-Fi の、まあ、こう 5G の方でね、接続できていたのに、まあ、2.4 の方にしないと安定しないとか、まあ、いろんなケースがちょっとね、視聴者によってこう違ってきますので、ただこの Wi-Fi の接続に関する質問とか相談も非常に多くありました。まあ、これの一番の対処方法としては、まあ、iPhone の問題、iOS の問題っていうのも過去にはあったんですけれども、今現時点では、そこまでないのかなと思います。まあ、原因となっているのは、おそらく利用しているその Wi-Fi のルーター、ルーターの方で何かしらね、ファームウェアのアップデートが来ているとかですね。あとはそのルーターのちょっとチャンネルをね、接続するチャンネルを変えてみるとかですね。そういったことをやっていただくことによって、まあ改善できる可能性の方が高いのかなと思っておりますので、まあ Wi-Fi に関するね、何か問題、質問等がありましたら、LINE サポート活用していただければなと思います。あとはね、まあそんなに多くなかったんですけれども、Bluetooth のまあ接続に関する質問も、ちらほら来てましたね。これは、例えば AirPods Pro とか AirPods ね、Apple 製品であれば、サクッと接続できるけれども、例えば他社製品のね、Apple 製品以外のもので、今まで普通につながってたのに、つながらなくなったとかですね、そういった質問もありました。まあ、ただこれはね、そのサードパーティー、まあ、いわゆる、Apple 製品以外のものってなってくると、一旦そちらのね、製品リセットしていただいて、で、一回 iPhone でその Bluetooth の接続を過去にしているのであれば、まあ、いわゆるね、表示出てくると思うんですけども、一旦そこからもね、削除していただいて、一回1からね、接続をし直して
ていただければなと思います。あとはまあそのネットワークのリセットも当然なんですが、意外とね iPhone ケース、フィルム、こういったものがね邪魔をしているこう可能性というのはね高いんですよね。あまり想像つかないと思うんですけれども、一旦 iPhone 裸にしていただいて、それでこう差をね、どっちつけているとつけていない時のその差をね見ていただければなと思います。一応まあそうですね、今回この前々回動画出してまあ2週間ぐらい経つのかな、その間にこの iOS17.6.1 に関する不具合であったり質問であったりだとかね、そういったことっていうのはバッテリーがまあダントツで多かったっていうのと、あとは Wi-Fi に関すること、あとはまあ Bluetooth ですね、関連ですね。でまあ4つ目はこれはもうずっと言ってきてることなんですけど、通知関連ですね。 LINE の通知鳴らなくなりましたっていう、まあ、これはねもうずっと多いんで、うん、まあ過去の動画で何回も伝えておりますけれども、そういったケースの場合は基本的な対処方法、通知設定がオンになっているかなってないかとかですね、そういったところはちょっと確認をしていただいて、それでも通知が来ないっていう風であれば LINE アプリの削除、そして再インストール、これをやっていただければ改善できるのかなと思っております。まあ、その際はね、LINE のバックアップデータがきちっとあることを確認していただいてから操作するようにしてください。一応ね、僕のところに来ている iOS17.6.1 の、まあ、実例相談、質問をご紹介させていただきました。まあ、これらすべて、まあ、僕の方で確認したりだとか、まあ、対処できるものがほとんどなので、比較的というかね、今現在の iOS17.6.1 は安定していると思いますので、まあね、この動画を見ていただいている方でまだアップデートされていない方は、今後ね、まあ、9月、新しい iPhone16 シリーズが出て、iOS18 が出てきますので、まあ、そのタイミングまで待つのか、まあ、現時点で今ね、安定している状態で最新な状態に上げるのかは最終的にね、判断していただければなと思うんですけれども、僕個人的に言うと、iOS18 が一般リリースされたタイミングでは、ちょっと待った方がいいと思います。今現時点で僕はね、ベータ版使っているんですけれども、まあ、特に問題はないんですが、やはりフルでね、アップデートすることになるので、まあ、毎度のごとく、まあ、いろんな問題が起きる可能性は、どっちが高いかというと、iOS18 の方がね、高いと思いますので、現時点での最新の 17.6.1 だったら、まあ、安定していると思いますので、まあ、ぜひね、アップデートしていない方は、アップデートしておいてください。一応ね、セキュリティのアップデートがね、かなり入っておりますので、Apple も推奨しておりますので、まあ、そこはね、最終的に判断していただければなと思います。では今回の動画ではですね、テックスタイルからの重要なお知らせと、あとは最新の iOS17.6.1 の実例相談の情報共有をさせていただきました。本日の動画も最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた。